パレスチナのガザ地区から多数のロケット弾による攻撃を受けたイスラエルに武装集団も侵入しています。一部の地域では銃撃戦が起きているということです。現地メディアによりますと、パレスチナのガザ地区からイスラム組織ハマスの武装集団が陸・空・海のルートを使ってイスラエルの支配地域に侵入しているということです。 少なくとも7カ所でイスラエル軍との銃撃戦が起きていると伝えています地方議会の議長が射殺されたほか数十人のイスラエル人が捕虜になっているという情報もありますイスラエル軍の報道官は我々は戦争状態にあると表明し今後数万人規模の予備役が招集される予定ですネタニヤフ首相は 敵はこれまでに経験したことのない代償を払うことになると、ビデオで声明を発表しました。イスラエル軍によりますと、7日だけでガザ地区から2200発以上のロケット弾が発射されていて、現地メディアはこれまでに少なくとも22人が死亡したと伝えています。この前日、イスラエルではエジプト・シリアの奇襲で始まった、 第4次中東戦争の開戦から50年の節目を迎えていました。